和尚下町探偵団連さんです。今日はね、錦糸町駅に来てるのだ。錦糸町の町は何度か来てるけどね、駅そのものはやってないと思うんで、駅そのものをちょっと今日はくるっと見てみるのだ。錦糸町はさ、JR の総武線と地下鉄の半蔵門線が2つあると思うんで、それをねちょっとくまなく探ってみるのだ。これでわかる？あ、そんな複雑な駅じゃないんだよね。ここが JR で、こっちが東京メトロ。この2つをパーッと見てみるよ。まあ、例によって入れそうだったら、入場券で JR だけ入ってみよう。買えるね。ご希望のボタンを押してください。総武線の、快速と普通が止まる。まあもともと隣の両国駅がそれに近かったんだけど、快速が東京駅の方からぐるっと回ったり、あとなんだろうね、両国駅がまたくだらないこと言って「俺はいいや」とか言っちゃったのかね、わかんないけど、まあとりあえず快速が止まるようになって、それから他にも、まあ、いろんな要因はあるんだろうけど、錦糸町は発展しております。百貨店の問題とかね、いろいろあるんだけど、やっぱ快速止まるのって大きいと思うな。まあ島が2つあって、快速と普通とある、ごく普通の一般的な駅です。まあ端っこまで来るとこんな感じだね。あ、電車来た。一階行く上でエレベーター、すごいね、スケルトンになってて中見えるんだね。これが四つ目通り。まあ、ここら辺が一番の目抜き通りっていうか、繁華街エリアだよね。あれ？こっち階段ある？こっちに改札あったっけ？ん？わしが知らなかっただけか？乗り換え専用階段だって。まあ、隣のホームに行くための階段？ほら、こんなのあったんだね。出口ではありませんって書いてあるよ。本当だ、改札じゃないんだ。ホームを変えるためだけの、そのためだけの階段なんだね。快速のホームのがちょっと長いんだね。ほら、すごい発見でも何でもないけど、なるほどね、なのだ。大きいけどやっぱりシンプルな駅なんだよね。
改札は結局さっきのとこにはないから、この降りたとこの一箇所だけなんだよな。まあ厳密には北口の改札と南口の改札があるから2つだけどね。南口から降りてみようか。金賞って言うとやっぱり南口なのかな。最近は北口もちょっと栄えてきたけどね。やっぱり百貨店とかあるのかね。今はマルイートパルコ、競馬場もこっちだしな。でそこら辺から下降りていくと地下鉄ね。でさっきちょっとちらっと見た四つ目通り、この四つ目通りね、結構ね後々大事になってくる。あ、でも結構下は開けてるんだね、お店とかあって。そっか、ここを登っていくと多分駐輪場があって南口のもう一箇所の出口。そうなんだ、ずっとここホーム沿いに通路がつながってんだね。地図ないから、あ、地図見るほど複雑じゃないんだけどね。改札口があって、まあ南北にホームがあって降りてきたの多分ここら辺だよね。でさっきの、あ、だっけ2番とかパルコ行くのか。でここなんだろう、JR を横断してまた両側にいくつか出口がある感じ。改札はそこ一つだけだ。 JR も地下鉄もなんだね。錦糸町駅はシンプルかつ合理的に作ってるね。3、4、5、3、2でよ4とか5はねちょっと北の方に行っちゃうし、錦糸公園の脇のところに出るみたいなね。アルファキットとかの、なんていうの、全部7つくらいなんだけど合わせてアルカタワーって言うんだけど、そこに出てきた。結構お店あるんだね。ここまだ地下なんだよ。はい、一番最初始めたところに戻ってきた。まあなんかシンプルな駅なんで、あまり話に盛り上がりがなかったね。そこが四つ目通り、ここが駅でね、ここの駅ってまあ大きな道路を縦断してる駅はみんなそうなんだけど、向こう側に行くルートがあんまない。四つ目通りか、わしみたいに入場券でも買って中入るか、定期券持ってるか、そんな感じじゃないと駅入れないでしょ。そうすると駅の一番東側とあと西側にもう一個通路があるんだけど、あんま目立たない通路がね、そこしかね向こう側に行く道がないわけよ。
なので最後に駅の一番西側、南口へ行く通路をちょっと見せて終わっとくかな。なんかさ、さっきもちらっと言ったけどさ、錦糸駅って昔は南口のが開けてて、で、だんだん北口が追いついてって、だけど、もう南口と北口は、まあ、相変わらず、両方とも同じような風俗繁華街なんだけど、なんていうか、経路が違うんだよね。で、その経路が違っちゃったっていうのは、その、歴史が大きな要因じゃないかと思うんだけど、北と南が分断されてるわけじゃない。さっきも言ったように。向こう側へ行く通路があまりないから。結果的に、ちょっと変わった街になっちゃったんじゃないかな。そのための三つ目の通路をちょっと見せしようかな。線路の下を通って行ける。で、まだあれだな、もうちょっと夜遅くなると綺麗に見えるんだけど、この通路が青くなってる、青くライトアップされてる。これがね、まあ、なかなか綺麗なんだよ、うん、ほら、なんとなくいいでしょ、うん、こんな感じ。まあ、ということで今日は錦糸駅紹介してみました。こんなところでいいかな。じゃあ今日はこの辺でおしまい。これでいいのだ。